はい、今回は岸田の口だけ異次元の少子化対策と山本太郎さんと泉房穂さんの本気度の違いについて考えてお伝えしていきます。今回もよろしくお願いいたします。少子化の問題っていうのはですね、日本の国難ということで取り組まなくてはもういけない、大至急取り組まなくてはいけない問題ですが、岸田っていうのは全く取り組む気がないんですね。異次元の少子化対策と口だけで言いますが、本当に口だけ、全く何もしないっていうね、どうしようもないもう売国度、売国気味政策であると思います。で、岸田っていうのは何を考えているのかちょっと意味が分かりませんが、岸田がですね、口にする、岸田っていうか、自民党っていうか、口にするんですが、少子化対策についてですね、その予算がないとか財源がないとかっていうんですね。で、そこからなんか社会保険料をアップするとかって意味がわからないんですよ。少子化対策の財源っていうのは国債を発行すれば済むんですね。財源がないとかもうわけわかりません。何があるかったら、日本国政府には通貨発行権があるんで、お金をすれば別にそれで終わりなんですよ。で、その財源がないからね、社会保険料を上げるとかって、結局そうやってやらない口実をつけてるだけなんですよ。岸田っていうのはおそらく少子化対策なんて1ミリもする気がないんですよ。岸田は何を考えてるのかっていうのははっきりと分かりませんが、岸田の頭の中には防衛費、軍事費をどうやって増やすかってね、そういったことを、思っていたりとか、それ以外に、もう何を考えてるか僕には理解できません。マイナンバー制度の件といいね、紙の保険証を、維持でもね、また使えるようにしないとか、そういうわけのわからないことを考えてるんで、全く理解のできない、人間ですが、そんな岸田はですね、例えば日本に人が少なくなったら、移民を受け入れるとかね、新しい日本人とか意味のまたわからないことを言って、だ要するに岸田っていうのは口にはしないですが、日本国民がですね、少子化になっていくことをおそらく望んでると思うんですよ、という行動しかしていないから。で、そして日本国民が例えば、子供が減っていく、少子化になれば外国人移民を受け入れるって言って、岸田の思惑通りになるわけですよ。岸田って過去に言ったことあるじゃないですか、外国人こそが日本の宝であるとかね。全く意味が分かりませんけど、日本人が日本の宝だと思いますしね、日本の子供が日本の宝だと思いますが、外国人が日本の宝であるとかね、そういう、意味のわからない、外国人の受け入れ、移民の受け入れを積極的に推奨する、まさに究極の売国度であると思います。だから岸田の、この異次元の少子化対策っていう、こんなことをいちいち真に受けてはいけないです。やる気がないからね、国民がこういったことを言うから、やってるふり、ポーズをしてますが全くやらないと。で、日本の政治のですね、本当にもう期待の星である、山本太郎さんですね。山本太郎さんはいろいろ言ってますけど、大きく言ってこの2点です。で、この泉房穂さんという明石の、元市長と同じところに つながりますが、山本太郎さんは何言ってるのかというと2つ言ってるわけですね。1つ目が消費税の廃止、2つ目が大学までの学費、無料化ということを、この2つ言ってるわけですよ。で、消費税を廃止するっていうのは日本国民全員にとっての経済的負担が減るんで、とてもいいことなんですよ。ただしそれをしないと、消費税を廃止しないのは山本太郎さんも言ってますが、岸田とかっていうのはですね、自民党、岸田あるいは自民党っていうのは経団連あるいは経済同友会、そういった大企業と裏でつながってるんで、消費税がですね、社会保障など全く使われておらず、大企業の法人税の穴埋めに使われているんで、そういったものが経団連経済同友会にとって不都合なんですよ。で、岸田はこの経団連経済同友会と自民党はね、票でつながっていたり天下りでつながっていたりするんで、この者たちの発言を聞くわけですよ。日本国民の話など全く聞かないわけですね。で、今度は外国宗主国に言われて防衛費軍事費に、無駄な金を使う、全くのガラクタに無駄な金を使う、そのお金の一部を使えば大学までの学費無料化ってこともできるんですよ。何が問題なのかっていうと、リスナー様も思ってらっしゃると思いますが、経済的な厳しさが問題なわけですね。大人2人が例えば生きていくのが厳しい、状況であれば結婚もしないですし、子供も、作らないわけじゃないですか。そもそも結婚しないからね、結婚できない、状況なわけですよ、経済的に。それをなんとか対策していって、結婚できて、で、子供ができたら、その子供の、かかる費用っていうのを、政府、国が負担することによって、少子化対策がなる、少子化対策となる、少子化の問題
を解消していける、それだけの話なんですが、それをやらないんですよ、うん、だから岸田っていうのは売国あるいは売国棄民政策をしているっていう、まあ、外国の指示か東丸の指示か何だか知りませんが、理解ができない、意味がわからないことをやっていると、そのように思います。で今度はですね、この泉房穂さんっていう明石の元市長の方ですね。でこの方っていうのは子育てとかに関して明石で成功例がありますし、他でそれがモデルとしてですね、いいっていうことが多数言われているんですが、明石のこの泉房穂さんは何を言ってるのかというご本人がこのようなことを言ってるんですね。まあ、日本に関してですが、まあ、世界もそうかもしれない、子供を応援しない社会に未来なしっていうことなんですね。そういったことを40年前から思っていたと。で40年前から日本というのは子どもとか教育とか、そういったものに対して諸外国の半分しかお金を使わないって、まあ、異常なわけですよ。で泉房穂さんはそれに疑問を持って、明石で、そういったものを変えたいと。で明石から、その子育て子どもの町とかそういったように、変えていって、それが成果を出して、多くの日本国民が、この泉房穂さんの、やられたことっていうのは、評価しているわけですよ。で泉房穂さんのようにすればいいと、そのように言ってるんですが、岸田は全くしないわけじゃないですか。で山本太郎さんとこの泉房穂さんというのは、まあ同じような考えを、似た考えを持っていらっしゃるんですね。うん、日本のためにっていうことを考えているわけですよ。でこの泉房穂さんというのは、40年前からこのね、まあ、何かでご本人がおっしゃっていたんですが、教育哲学っていうのを学んでいたらしいんですよね、大学生の頃にご自身が。で、そこでその教育哲学を学んで、そこで子供を応援しない国に未来はないと、まあ、そういったことを思った。しかし40年前と40年経った今、日本の政治っていうのは何も変わっていない、子供に冷たい、国民に冷たい、そんな国であると、うん、どうしようもないじゃないですか。だからこれってこの泉房穂さんがおっしゃってることからわかるんですが、40年前からこういった問題があったんですね。失われた30年、それ以上に問題があった40年前からの日本、そしてそれが変わっていないというこの今のこの現実現状ですね。で今度また泉房穂さんはですね、このようにもおっしゃってるんですよ。泉房穂さんも、その経済的な観点からも考えていらっしゃるということで、例えばどういうことかというと、本人がこのようなことをおっしゃっていると。今っていうのは生活必需品の物価高が上昇している、それがですね11ヶ月連続、あとさらにですね国民の給料が15ヶ月連続で下がっている、物価高、給料下がるにもかかわらず上がるものは税金、保険料、物価、国民が生活疲弊していってしまう、国民が生活できなくなってしまう、そういうことを泉房穂さんもご本人おっしゃってます。で何が必要なのかって言ったら、国民負担の軽減ということです。だから政府が国民へ負担を押し付けることを許していかない、だから増税なんていうのはもう論外なわけですよ。でこの国民がですね生活が疲弊している中で、先ほどお話したように結婚することも厳しいし、結婚できない、あるいはですね子供もできないわけじゃないですか。でそういって今状況にあるんで、この泉房穂さんの話からしても、この消費税廃止っていうのが必要なわけですよ。でこの泉房穂さんはおっしゃってますが、まあ、明石市の真似をしたらいいっていうようなことをおっしゃってるわけですね。でその国とか政府はしないんで、ご自身が明石市で、いろんなことをしていると。で岸田はですね検討するとかって言ってますが、泉房穂さんは検討しないでいいから早く決断して実行してもらいたいって、僕も本当にそう思います。しかし岸田はしないんですね、うん、先ほど言ったように経団連経済同友会とのつながり、あるいはですね宗主国の、まあ、言われるがまま、うん、全く意味がわからない。で実際にいろんなことが言われていて、このね泉房穂さんがされた明石のような子育てでうまくいってるんで真似をすればいいっていうことをおっしゃっていますし、明石の周りっていうのはそういうことを真似てうまくいってるわけですよ。だから日本政府日本国もそれをすればいいのに全くしないと。で、泉房穂さんはですね、もしご自身が総理大臣になったら、まあ、どうするのかっていうことを聞かれたら、まあ、医療費、保育料、給食費の無償化をするっていうことで、児童手当も一人目から増額するっていうことで、それが最低限やることだっていうことをおっしゃってます。だから、うん、泉房穂さんのその政策がうまくいってるってのはもちろんね、こういろんなことを考えられた上で、その経済政策も考えてるし、その子供にかかるお金っていうのを、まあ、国が負担するっていうことなんですよ。それをおっしゃってるわけですよ。だから僕も別にそんなね
詳しいわけじゃないですけど、日本の大きな問題なんでどうにかなればいいなと思っていつもいろいろ考えるんですが、この山本太郎さんとか泉房穂さんのお話を聞くとですね、やっぱり消費税廃止っていうのがまず一番で、次、まあ、2番目がその子どもの学校の子どものですね、学校のまあ授業料を含む あらゆるものの無償化っていうことだと思います。医療とか保育とか給食とかそういったものもひっくるめて無償化ということです。そんなことできないじゃないか、先ほど言ったようにできますから、国債を発行すればいいんですよ。で、日本の国難で、大きな問題であるって言うんですから、もうこれぐらいしないと、もうおそらくもうなんて言うんでしょう、どうにもならない、状態に来てると思います。だからこういうね、僕あの政治のこの話とか調べたりするんですけど、で山本太郎さん好きでよく見てますけど、山本太郎さんとか泉房穂さんみたいな人が政治の中心に入って、でこういった人たちが少子化対策を真剣にしていただければ日本はより良くなると思ってるんですね。口だけの岸田がね、どうのこうのしてもどうにもなりませんから、まあ、一刻も早く、ね、自民党の政権交代で、あの山本太郎さん、あるいはこの泉房穂さんみたいな方が政治の中枢に入ってですね、より良い日本に、なることを心の底からまあ願ってます。まあ、ということで、今回は、ね、岸田の口だけの異次元の少子化対策と山本太郎さん、あるいは泉房穂さんの本気度の違いということでお伝えさせていただきました。最後まで聞いていただきましてありがとうございます。今回はここで終わりです。失礼いたします。